ーズ、お帰りとただいまの約束。頼むアレイ。みんな、行くわよ。オオザルさん、落ち着いてください。虫歯の痛みで我を忘れてしまわれているようです。治療するにはどうにか落ち着いていただかなければ。オオザルさん、あと少しだけ我慢してください。きっと私たちが何とかしますから。守ってあげる。まずないや。私たちはもう、たやすく倒されはしない。フィオ、どこか異常はない？ええ、なんともないわ。やっぱりレイの剣技は、見とれちゃうくらい鮮やかね。ふむ、これでオオザル様の虫歯治療ができますね。ここからは、専門家のドクター様に見ていただきます。お疲れ様でした、コッコロちゃん。これで私たちの任務は無事達成ですね。ええ。とはいえ、治療後の経過を観察する必要もありますので、少し時間を置いて、また様子を見に参りましょう。魔物保護区の奥地。こちらで異変が起きたと聞きましたが、これは、魔物たちが興奮していますね。それにこの破壊の跡は、あのオオザルさんの。何か起きたのは間違いなさそうですね。皆さん、はぐれたりしないよう十分に注意を。総員前進です。フィオと冒険家。起動装置運用開始。あの様子は以前より暴れっぷりが増しておられますね。再び虫歯になってしまわれたのでしょうか。自然に生きる魔物は自身で虫歯を治す手段がないのですね。だからこそ私たちがいるんです。元はおとなしい魔物のはず。お願いですから、いい子にしてください。新年に至れ。みんな頑張って。リンクルリンパーン。それ決めるよ。フィオ吹き荒れろ。グロリアス。さすがレイね。風を力に。アメス様の加護のおかげね。フィオと冒険家。いざ参る。しおり様、ふと思ったのですが、あのオオザル様なら密林に生えてる植物などで歯ブラシのようなものを作れたりしないでしょうか。オオザルさんに歯磨きを教えるということですか。知能の高い魔物ですから、教えれば理解してくれる可能性はありそうですけど。とはいえ、それも全てことを解決してからです。レンジャーとしてまずはこの森に平穏を取り戻しましょう。承知いたしました。オオザル様、ここまで来たらとことんまで付き合って差し上げます。さあ、どう
うかおとなしくしてくださいまし。さあ参りますわよ。噛みつきなさいちゃ。ミリオンフリッピング。ナイス。見たか、私たちの新たな力を。なんとかおとなしくなってくれました。あとは虫歯の治療と大猿さんに歯ブラシの作り方、そして歯磨きを覚えてもらいましょう。いいですか、ワンワンの主様、ニャット様も。虫歯になるとあのようになってしまうのです。というわけでお二人も虫歯予防のため歯磨きをさせていただきます。私がニャットちゃんを、コッコロちゃんがアルジちゃんを担当ですね。そのような顔をされてもダメです。どうかお覚悟なさってくださいまし。ニャットちゃんもちょっとの間の辛抱ですから我慢してくださいね。しずるちゃん、このプレッシャーは気をつけてください。今までとは雰囲気が違います。無意識に力を抑えていたんでしょうか。我を忘れたことで潜在能力が解放されたみたいですね。まともに受けては被害甚大でしょう。あの強力に俊敏さ、何か対策を取りたいですが、速度を下げたり力を抑えたりできれば。しかし果実を食べることで力を高めているようですが、あれでは余計に虫歯が悪化してしまいます。ええ、早く大猿さんを止めましょう。これ以上無益な争いを避けるためにも。構えて。クバタクシたちなら敵なしね。さあ優雅に踊りましょう。ノーブルブレイズ。お見事。あれはどうやら力を貯めているみたいです。大猿さんの体育で暴れ回られると私たちには手がつけられません。その前に何とかしないと。ならば一気に畳みかけることで準備が整う前に大猿様の攻撃体勢を崩してしまいましょう。攻撃を仕掛けるタイミングが肝要です。皆様呼吸を合わせて参りましょう。いざ。で、準備はできてるわ。輝ける未来へ、みんなの望みになってみせる。響けホープオンステージ。さあ行きま。ここまでの力を持っていたなんて。でも私たちも譲れません。人も魔物も誰も傷つけず、傷つかないように、そんな道を最後まで諦めずに探すって決めたんです。それこそがレンジャーとして最も重要なこと。私たちが合宿で学んできたものを生かすのはこの瞬間をおいて他にありません。大猿様も暴れたくて暴れているわけではありません。きっと私たちの思いは伝わるはずです。ええ、だから持てる能力を出し切りましょう。ここが正念場。行きます。通ります。はじけ。何発でも打ち込むわ。
ニューイヤーバースト。ナイス。戦闘終了。お疲れ様です。いよいよ私たちの合宿が始まるんですね。レンジャー育成コースはとても厳しいらしいですけど、みんな一緒ならきっと大丈夫です。頑張りましょうね。こちらの衣装、たくさんの荷物を持ち運べまして、主様がお腹を空かせた際のおやつに、喉が渇いた時用の水筒と、備えは万全でございます。レンジャーとしてのサバイバル能力を身につけるため、普段のようにお世話をとは参りませんが、これも主様のため、私せめて全力で見守らせていただきます。じー、目が覚めていつもの牧場とは違う天井が目に入ると、ああ合宿に来たんだなって実感するんです。あなたも同じことを考えてたんですね。合宿もあと少しですね。みんなが一緒にいてくれてよかったです。絶対合格しましょう、このみんなで。合宿もようやく最終日。本当にいろいろありましたね。私、この合宿に来てよかったです。大事にしたい人、大切にしたいもの、それが何か改めてわかりました。だから、まずはただいまって言いたいです。私たちの帰りを待ってくれている人に。私も、でございます。帰りを待っている皆様に、たくさんのお土産話をいたしましょう。しかししおり様、まだ合宿は終わっておりませんよ。今日この日を、最後まで気を緩めずに過ごしましょう。きっちり任務を完遂してこそ、一人前のレンジャーでございますから。そうですね。最後まで油断せず、ですね。みんなで胸を張ってただいまを言うために。さあ、今日も頑張りましょう。